や、久しぶりだね。もうあと少しで0時。約束の時間だ。0時を過ぎたら、僕はこの姿を失って、君たちの触れられない存在になる。答えは、もう出てるかい？僕は彼女の部屋で0時になるまで待っていよう。どうするか決まったら来てほしいんだ。涼次くん。そうだ、伝えておかなきゃ。僕を殺すということへの抵抗感で選択を曲げる必要はない。前にも言ったけど、僕はどのみち消える存在だ。死への抵抗感は全くない。変な同情心は無用だよ。じゃ、待ってるから。決まってるだろ、答えは。そうか、みんなの考えを聞こう。聞かれるまでもない。もちろん決まってます。腹くくれてなきゃここ来てないっすよ。私も大丈夫です。僕ももう迷いはないです。私も自分で決めました。気持ちは同じだな。じゃあ頼んだぞ。いいな。この部屋にこんなことで来るとは思わなかったな。あの時は楽しかったね。みんなは僕を生かすつもりらしいね。勝ち目のない戦いに命を懸けようとしてる。でも今ここにいるのは君だ。もう一度言っておくよ。僕を殺せばタルタロスと影時間と、そして君たちの戦いの記憶が消える。君たちは明日からごく普通の高校生として目を覚ます。そして何も知らないまま苦しむことなく滅びの瞬間までを過ごせるんだ。でも僕を生かせば避けられない死に怯え続けてその日を迎えることになる。ニュクスは決して倒せない。戦うなんて無駄なことだ。迷っているかい？それとももう答えを見つけてるのかな？僕の言うことうまく伝わらなかったかな。0時までまだ少しだけ時間があるね。君には見せたくなかったけど仕方ない。ご覧よ、僕は人間じゃない。僕はあくまでもこの世界に死をもたらすための存在。消すことにためらいを持つ必要なんてない。よく考えてほしい。ニュクスと対峙することが本当にみんなにとっての幸せなのかどうかを。世界にはどうにもならないことがある。君たちはそれを知らないんだ。記憶なんて曖昧なものさ。欠けたってすぐにそれが新しい現実になる。今はみんなを苦しみから救うべきじゃないかな。これは君にしかできない選択だよ。いいかい、本当にこれが最後だ。もう一度君の答えを聞こう。お願い、僕を殺して。君を苦しめたくないんだ。分かってくれたんだね。常に前を向こうとするのは素晴らしい生き方だと思う。でもだからってそれ以外の生き方が間違いだってことにはならない。どの道が幸福に通じてるかなんて誰にも見えやしないんだ。君と出会えて嬉しかったよ。こういう気持ちが多分幸せって言うんだと思う。今まで本当にありがとう。
よ、寒いのに今日もサボらず学校来てんね。感心感心。つか、もう1年過ぎちまったな。来年から3年だぜ。高校もあと1年で終わりか。その先なんか面白いことあんのかね。なんかいまいちだよな、今の3年見てたってさ。とりあえず勉強だけしてるっつうか、少なくとも面白そうには見えねえよ。いいんかな、俺たちもこんなんで。なんか忘れてるっていうかさ。あれ、あの子、なんかこっち見てね。つか何気に可愛くね。あんな子この学校にいたっけ。何言ってんの君は。同じ寮の子でしょ。マジ？そうだっけ。え、名前は？そこまでは知らないけど。だよ、結局知らねえんじゃん。つうかようさ、年度の節目でバタついてて人の出入りとか最近わかんねえよな。ああ、そういや聞いた、真田先輩もうすぐ出てくって話だぜ。ボクシング部の真田先輩知ってんだろ。ほとんど話したことないけどね。そりゃ卒業生は出てくでしょ。霧城先輩ももう支度始めてるしね。霧城って、ああ生徒会長さんか。うちの寮だったんだよな。にしてもなんだろうね、あの子。ねえ、なんでさっきからこっち見てるの。何かご用。あ、いえ、なんでもないです。なんかちょっと思い詰めてる感じじゃなくて。ってもしかして俺に気があるとか。ありえないね。相変わらずそういうツッコミ可愛くないよな。続いて卒業生当時。卒業生代表 D 組、霧城充さん。はい。学園で過ごした最後の年は、私にとって大役を拝命しての一年となりました。生徒会長の任を果たすにあたり、私は考え、一年前のこの壇上で皆さんに言いました。未来の時間には限りがあるということから目をそらしてはいけないと。思えばこれを考える機会を与えられたのは運命だったのかもしれません。ご存知の方もあると思いますが、私は昨年父を病で失うという試練に。本音を言えば、父を失い、私自身もまたこれからを歩む自信を失いかけました。私は一人で立ち向かうばかりを正しいと信じすぎていたかもしれません。誰もがそんなに強いとは限らない。支えてもらわないと立てない時もあります。父を失ってから、たくさんの方に温かい言葉をかけていただきました。支え、守られることの温かみを、私はここで皆さんに教わった気がします。私はこれからも大勢の方に守っていただきながら、限りある未来の時を歩んでいこうと思います。皆さんと共にこの学園で過ごせたことは、私たち卒業生にとって何よりの宝です。3年間ありがとうございました。なんかしんどそうだな。なあ、あの会長さんでもやっぱ泣いたりすんだな。あれ、やっぱ来てねえな。ちょっと何？いや、何日か前に校門で見た子いねえなと思ってさ。卒業式なら来てると思ったんだけど。ああ、来てないの結構いるみたいよ。あんたなんか絶対そうだと思ってたのに意外。そうか。つか来年は俺らの番か。なんか焦るな。ユカリッチは進路どうすんの？やっぱ進学？正直まだ決めてないけど。あなたは？そんなもんだよね。さっき会長さん泣いてたでしょ。
私もお父さんいないから少しわかるんだ。でも未来の時間は限りがとか言われても、だから何していいかってわかんないよね。理屈はわかるけど、それってやりたいこと決まってる人向けだし。けどさ、そんな風に無理にやりたいこと見つけなくてもさ、未来がどうとか言い出さなくても、今日明日だけでも盛りだくさんだよね。ん？まあ盛り上げようによっちゃそうだけど。私思うんだ。人生の時間が幸せ探しとかのためにあるんなら、本当のことを知るだけが全てじゃないって。ガツガツ立ち向かったって疲れるしね。もちろんたまにはやんなきゃなんだろうけどさ、納得できてればいいんでしょ。結局どうやって時間を使ったってさ、今を将来のために使わない人がみんな悪くてバカってことにはならないでしょ。だね。今結構いいこと言ったんじゃねえの。私自身そんなに強くないからね。でも強くないから時々不安にもなる。難しいけどね。なんか結局すっきりはしないからさ。俺なんかしょっちゅうだぜ、不安とか考えたってしゃあねえって。そういう時は騒いで忘れるに限る。あんたらしい。今の時代は気合い入れなくたって生きてけんだよ。俺たちがそうしたわけじゃないしな。ならまったり進行でいいんじゃね。ならもしまったり行けなくなったらどうすんの。そん時はそん時だ。つかそん時のために取っとこうぜ、無駄な気合とかはさ。なあ、そんなわけでさ、カラオケ行かね。我々の前途を祝してさ。それは卒業生の方でしょ。まあそうだね、3人で行こっか。よし、決まりだな。抜けた。
ひととき、みんなと一緒だった。かけがえのない時と知らずに私は過ごしていた。今はただ大切に忍ぶよ。 I will embrace the feeling。 君はね、確かにあの時私のそばにいた。いつだっていつだっていつだってすぐ横で笑っていた。なくしても取り戻す君を。君の手で守ったから、今はただ翼をたたんでゆっくり眠りなさい。永遠の安らぎに包まれて Love through all eternity。 優しく見守る私のこの手で眠りなさい。笑ってた、泣いてた、怒ってた、君のこと覚えている。忘れない、いつまでも決して。 Until my lifeまばゆく輝くひととき、みんなと一緒だった。かけがえのない時と知らずに私は過ごしていた。今はただ大切に忍ぶよ。 I will embrace the feeling。 君はね、確かにあの時私のそばにいた。いつだっていつだっていつだってすぐ横で笑っていた。なくしても取り戻す君を愛。